なんか山道行くやつ。いやいや、ただいま上長の坂を下ってまいりました。これより総大将お上がりでございます。中原さん、相馬家第33代当主相馬勝貞公のご名代御徒屋秀清相馬市長でございます。相馬妙見中村神社神明記弓と続いております。大鳥芸、小鳥芸、熊毛の槍、道次郎の旗と続いております。八幡大菩薩、将軍地蔵寺、五色の角旗、爪打ち場所でございます。供養の旗印、印刷黒地に日の丸の大旗に続きまして、紫に白満月の旗は相馬中村藩士の奥方の旗、左駒の旗、あと神明寺、錦の御旗、紅白の旗でございます。そして妖町の坂を下ってまいりましたのは中村神社の御神輿でございます。この中村神社の御神輿は元禄時代から受け継がれてきております。これよりこの西条市より北方23キロメートルの北の方にございます相馬妙見中村神社目指して進むものでございます。ご苦労様でございます。本日はご苦労様でございます。中村神社宮司田代友信でございます。ただいま西条寺の各芝門に見守られながら相馬妙見中村神社および総大将のご一行は御成参道を出ていくところでございます。西条寺より23キロメートル北の相馬妙見中村神社御本殿を目指すものでございます。
静かに、そして力強く、ご神女が最上地を後に、おなりさんのを進んでおります。場内でご観覧の皆様、中村神社のお上がりが済みますと新規争奪戦大会されます。席をお立ちになるお客様にお願いがございます。それぞれのお身につきましてはできればお持ち帰りいただきますようお願い申し上げます。綺麗な会場での来年の開催も含めましてご協力いただきましたらありがたいと思っております。よろしくご協力をお願いいたします。それぞれのご身につきましては可能な限りお持ち帰りをお願い申し上げます。帰り道におきましてもおけが等がないように沿道を馬が歩いている場合もございます。よく周りに気をつけて歩を進めていただきたくお願い申し上げます。また係員の指示には必ず従うようにお願い申し上げます。これも安全なご観覧をいただくためでございます。多少不自由とお感じになるかもしれませんが、この相馬の守りが皆様の心に残るいい思い出となるためにも係員の指示に従っていただきますようお願い申し上げます。